あ、もう、ミツルとかは、あ、ここで合流するのかな。うわ、結構長いぞ、今回は。ラビちゃん長いぞ。またなんか椅子がキシキシ寄るな。左の腕を置くところがキシキシ寄る。だんだん間隔が短くなってきてますね。時間がないということでしょうか。でもさ、あの水無月ってやつ、彼の世界を作るとか、どうやってそんなことする気なのかな。しかもゆかりが出た瞬間に自信とか、いくつき修士のしたことをなぞっていると考えるなら、シャドウを集めて結合して何か大きな力を呼ぶことでしょうね。水無月くんの言うとったあれいうやつやね。純平はどう思う？てかあんた珍しく口数少ないよね。具合でも悪いの？あ、いや全然。コーチとかっていろいろ鍛えてますから。身が引き締まる思いってやつ？世界が滅びるとか冗談にもなんねえ。待ってる奴らがいいんだよ。例えばさ、チビどもには来週も試合が控えてる。俺が負けるわけにはいかねえなって。純平のくせにまともなこと言ってる。少しは成長するもんね。私も見習わなきゃ。野球部の監督かなんか知らんけど純平はレベルアップってな。ラビちゃんだって嫌だろ。せっかく目が覚めたばっかだってのに。経験なわけはあるのかな。うん、うちもなくしたない。せっかくみんなに出会えたこの世界、なんとしても頑張らんと。この教室、さっきも見なかった？霧も濃くなってる気がするし。このままじゃまずいですね。風花さんからの通信もないんじゃ、どの辺にいるのかもよくわかりません。焦るなって。深刻になってたってしょうがないだろう。純平さん、相変わらず前向きですね。そうか？天田はなんか変わったよな。背も伸びたし。え？お前何ホッとしてんのよ。いえ、僕は変われてないのかななんて思ったりもしたので。ミツルさんと約束したんです。子供らしい生活を送るって。なんだそりゃ。それって難しいことなん？難しいですよ。子供らしくてよくわからないし、このままでいいのかななんて思っちゃって。ふん、思春期の男の子って難しいもんね。そんなのそのまま暮らしてりゃいいんじゃね。だってお前子供じゃん。そうそう、ミツル先輩の言う子供らしさなんて信用できないよ。考えてみなって。先輩の子供の頃とか想像できる？うわ、俺無理。俺らみたいな下々のものには想像もつかん。子供といやさ、あの水無月ってやつ、まさにクソガキって感じだよな。ふざけてやがったと思ったらいきなり切れるしよ。そうね。どうしたらあんなこと考えちゃうんだろう。世界を滅亡させたいって。彼に何を。どないしたん、黒丸さん。この教室が気になるん？ああ、結局こんなとこまで来た、クマか。ま、あなた、クマソウと？ついに現れたわね。
めんどくさいからこのクマ総統自らおまんらの相手になっちゃるクマよ。はい、リングイン。あ、お前なクマってあれやでな、あの回転タックルするよな。さてお楽しみの時間だクマ。我が世界の成り立ちを邪魔する者どもよ、ここで朽ち果てるがいい。おいおい、大きく出たな。我が世界って元からここは俺たちの世界なの。滅ぼす。我のみの世界。お前たちが知る必要は。そんなものやってみなきゃわからない。この丸。リセシードって書いたよ。始まるとか冗談じゃねえぞ。とりあえずこいつ倒して先を急ぐよ。まあいい、カリスメの体ではこんなものだろう。あれ溶けねえのお前。やっぱり他の偽物とちゃう。あんた何者や。何者って。クマはクマ総統クマよ。それじゃあ虫けら諸君バイバイクマ。待ちなさいよ。なあユカリッチ、器は完成したってあいつな、うん、もう時間がないってことだよね。それにさっきのクマ総統一対一の勝負で倒したのに他の偽物みたいに消えてなくならなかった。どうやらこの事件まだ裏がありそうですね。交換学園の月見の塔か。
お前らがイクツキを殺した場所さ。そして今度はお前らが死ぬ場所になる。後のことは心配すんな。特等席でとくとごらあれ。水月くん、もうやめて。こんなことしても何も変わらへんのよ。お前は僕たちが憎いのか。イクツキ修士を止めた僕たちが。うるせえな、ほんと。死んだ奴のことなんてどうでもいいって言ったろ。僕は面白いからやってるだけだよ。お前らがビビってる顔が傑作なんだよ。一人じゃ何もできないクソ虫どもがハエみてえにブンブンうるさくて仕方ねえんだよ。そうしたらさ、あいつが言ってくれたわけ。だったら世界を壊せばいいってな。最高の提案だと思わねえか。もうやめなよ。あなたどうでもいいって言ってるけど、さっきからイクツキのことばっかりじゃない。何か言ったかこの野郎。イクツキはカス。多分こいつかなり頭が悪い。挙句てめえは勝手にくたばりやがった。そんなやつどうでもいいって言ってんだよ。それはちゃうで、水月くん。あんたは逃げとるだけや。ほんまの自分から目をそらしたらあかん。水月くん、一緒に帰ろう。ミツルさんや鳴神くんやみんなかて誰もあんたのこと恨んだりしてへん。あんたも見たやろ、うち機械やし。みんなのことを傷つけて、それでもみんなはうちのこと受け入れてくれとる。あんたはうちと同じや。帰れる場所があればあんたかてこんなんせんでもええんやよ。うるせえ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 っつってんだよ。それくらいにしてくれ。どれだけ計画を乱せば気が済むのか。水月の方、残念ながら借り物の力はもう尽きた。ここからは俺自身が君たちの相手をし。また出やがったか。本当に二重人格じゃねえのかよこいつ。正体は黄昏の羽そのものや。そう、この子水月翔、イクツキ修士の実験によって黄昏の羽を体内に移植され、そして俺が生まれた。やっぱりだけど、俺はあの男に対して何の感情も持ち合わせていない。あの男は俺を消そうとした相手なのだからな。水月を消そうとした。ああ、俺にとってイクツキ修士はこの子を利用し使い捨てようとするただの害悪に過ぎなかった。だがこの子にとっては違ったようだ。イクツキになりきることを提案してみた。奴の偽物を作ってみた。アマツさえ正体が知られる危険を冒して霧城の持つサーバーに侵入し、イクツキについての情報すら得ようとまでした。じゃあ菊野さんの言っとったハッキングも、やっぱりあんたらやったんか。ばっかしいらんで。この子にとって唯一の他者だったイクツキは、この子が目覚めた時自分がそいつにゴミのように捨てられた。連続で3回ぐらい戦って終われていいやん。最終形態だったら形態。これは、それからこの子はずっと一人でやってきた。やばい、あの大きなやつどうやってこの丸で倒そうか。誰もが自分と同じようにこの子にとって世界など何の価値もない。一人ならば俺はその願いを叶える。水月くんのほんまの願いやない。あんたのやり方じゃ水月くんは救われへん。関わり方がわからんくても傷つけあったとしても、人は他の人と関わるからこそいくらでも変わっていけるんや。ラビリス、黙れクグツ。
人形風情がこの子の何を語るか。そう、うちは機械よ。でもあんた方同じやないの。あんたが水無月くんのそばにおるくせに、その子の心を理解せえへんと、ただ世界を滅ぼそうとしとるだけやない。うちはあんたとは違う。痛くても苦しくてもこの世界のことが大好きやから。はい、よく言えました。とアビリス、上出来だぜ。主役おらんすけど、主役おらんすけど、このままでおらんすけど。うん、私も同感。こいつの言ってること、ただ逃げてるようにしか聞こえない。人間かそうじゃないかなんて関係ない。僕らはみんなお互いにぶつかって受け入れてもらったからこそ今ここに。いいだろう。もはや君たちと交わす言葉はない。ペルソナ、君たちはやりすぎた。己の無知を恥じながら滅びの時を迎えるという。キャラクターとは違う。うちは水無月くんを助ける。だからあんたを倒す。もうこんなのないんだけど。連携プレーで打ち取ってやろうぜ。無駄です。この前バッカー。ここは我慢で軽いですね。行け軽い、行け軽い。現在走りすぎだ。この体が逃げるのも無駄な戦術のうちね。無駄です。ここ攻撃だ。この前攻撃だ。この前この前この前バッカー。ここは我慢で苦しみ無駄をしまった。この前この前これで必ず倒してみせる。もう僕は強くならなければいけないんだ。使えん、ご主人様だぜ。お前ら使えねえよ。俺は破れたのか。だが器は水無月くん、あんたほんまは水無月くんのこと。言うな、ゲロ。誰にも邪魔はさせん。月を見え。手引っかかれるとこ、指引っかけれるところがあるんだな。あんまりいいかも。ちょ、おお、やめて。ラビリス、すぐ揺れおる。
に俺、コロマル、やばい、コロマルが俺核爆発じゃないかあんのついにコロマルが犠牲に俺犠牲だなんてあるんですか、核爆発です。ああコロマルがかわいそうに犠牲になる。行きなさい。振り向いてる暇なんかないでしょ、早く。ラビルス使わないかんのかよ。ケツメトッカー、ケツメトッカー、行け。俺ら見送りには慣れてんだ。その代わりお前は絶対に帰ってこいよ。ありがとう。うちはこの世界を守ってみせる。これは最後だとですね。この丸使いたかったんやけど。納豆長いな。